はい、再びマイクが回ってまいりましたのでよろしくお願いいたします。今回ちょっとまあ時間も短めなので簡単に済ましたいと思いますけれども、皆さんご存知の方も多いかと思います。日本にも共に民主党ができそうなことになりました。まあ正式名称は決まってないですけども、民主党ですよね完全にっていうやつらが再び会派を結成してやると。で、ねって思いますけどね、正直言って合体することに評価をしている人たちがどれだけいるかが不思議であります。合体ってどこ合体するか一応言いましょうかね。立憲民主党と国民民主党と、あと元立憲系、民主党系の無所属になっている人たちの後は、元首相かとかが入ってる会派ですねがくっついて、民主党、完全に元民主党の勢力が元一堂に会することとなってしまいました。まあ、これも要は票が伸びない、選挙に勝てないからだと思いますけれども、いやその前から野党共闘やってなかったっけと言いたい。野党共闘して、まあ、赤配、赤あの新章いろいろあったとは思いますけど、そのまあ首長の話でねあったとしても、また地方議会の話でね、国政ではボロ負けもいいところだと私は思うんですけれどね。ねえ、正直な話、正直な話、勝てるとは思えないというよりも、彼らくっついてどうするの、いや彼らに政権任せようって思うの、また悪夢を呼びたいの日本人ってね。悪夢の3年3ヶ月と揶揄されますが、それを作り出したのは間違いなく今一堂に会そうとしてる人たち、もう一緒になっちゃえよと内心思いますけどね。だって時々言われるじゃないですか、いや自分でやったことを今政権取ってるのが違うやつだからって批判する、どっかの悪漢字一文字の名字を持っている人は本当に笑えるなと思いますよ。元首相のね、あのおっさん何考えてんだろうと思いますよね。自分が座ってる時、初動のために、震源地に被災地に行ったんだと、そのせいでメルトダウンしたんじゃねえかね、バカじゃねえなと思いますよね。本当にバカが集まった烏合の衆が再びできるんだそうです。そしてそれを横目で見ていたとある、日本で本当は違法にしたい約1名の一つの党、日本共産党という名前でございますが、そこがねなんかこんなこと言ったらしいんですよ。野党はね、勝利じゃなくてね政権へ変えなさいって言ってる。ふわーってバカじゃねえのって、お支持率見てから言えやだし、奇跡で見てから言えやだし、いやたとえねあんたが野党ね、野党連立政権といいますか連立政権の一翼を担ったからっつって日本は共産主義国家になるわけねえだろバカと言いたい。だいたい政権って言ってる時点でお前それ共産主義じゃねえじゃねえかって。そうなんですよ、お前政権ってことはよ入れ替わるんだろ、選挙あるんだろって言ってるようなもんじゃねえか、バカじゃねえのって。本当に日本共産党は何がやりたいのか何を言いたいのかがわからない政党ですねってちょっと言いたかった。はい、本当に最近はね皆さんご存知新興政党約2党もだいぶボロが出てきて、ろくでもないことになりかけておりますが、名前だけは売れている某立花氏と、議員の2人は全然出てこなくなっちゃった令和新選組ですか。議員の2人最近顔も見なくなりましたね本当に。参議院がちゃんと配慮しているから文句言えなくなったんでしょうかね。で一応でも山本が議員になってないところを見るとまだ議員は続けていられているようですね。それ自体は喜ばしいこととしときましょうか。一応その際まで次どうするのかは実に聞いてみたいところではありますがね。それは N 国党も一緒ですよ。
本当に票を入れた野党がいなくなって久しい日本、本当に嘆かわしいなと思います。政策をっていうよりもそうじゃないな、いやお前ら本当に普通の生活したことあんのかって思うこととか、お前ら本当に約束したことあんのかとか、お前ら本当に外国との関係考えたことあるのかマジでとか、それやったらまずいだろっていうことを平気でやろうとする人たち、いや本当にバカじゃないのかなと。いやこの一個人にね、私のように一生市民にね言われてるようじゃダメなんですよ、野党の先生方、私ごときに言われてるようじゃ本当にダメだと思いますよ。あなた方が、日本の政治家でいられるのは俺らが税金を納めてるからだってのを今更ですけど思い知っていただきたい。お前あんたらのパトロンは巡り巡って我々なんですよ。で皆さんもあの野党のパトロンだってことを理解してください。我々が納めた消費税、所得税、住民税が巡り巡ってあんなくだらない野党連中の、おまんまを食わすために使われているってことを理解していただきたいね。その結果を分かった上でぜひとも野党連中を政治からほっぽり出してやろうじゃありませんかと思いますけどね。そうすれば多分たまに長谷川さんとかと話になるんですけど、自民党が割れるんじゃないかと。例えば石破さんとかがギアするとかね、出てくとかね、なればちょっとマシな野党ができるかもしれない。まあ、石破さんっていうのがすごい望み薄でありますけども、まあそうなった方が、じゃあどっちも、自民党 A と自民党 B での政権交代をするようになれば少しはマシな国政になるんじゃないかなと思います。まあ、だからつって英国みたいに議会が自分たちの利権のために決まった国民投票の議論をちゃぶ台返しするようなことにはなってほしくないなと思います。話に戻りますが、皆さん自分たちが納めて所得税は納めてないと言ったって消費税は絶対納めてるんです、生きてる限りは。ですから絶対自分たちの税金が使われちゃってるんですよ、彼らの懐に。まあ目的税云々あるとは思う、そうではないとは思いますけど、とはいえそうあることを覚えていただいて、政治活動じゃなくて私生活を送っていただければと思います。私生活の結果それが政治につながっていくと私は信じておりますので、ぜひともそこのとこだけ意識して、日本国民としての生活を、日本市民じゃないですよ、日本国民としての生活を続けていこうではありませんか。よろしくお願いいたします。